じゃあこれぐらいでちょっとエネルギー補給必要ですよね、やっぱ。そうですね。はい。エネルギー補給皆さん必要だと思います。なので、ここで、ケイスイなし、テイスティングタイムということで、大丈夫ですか？はい。梨が似合うな、みんな。キッズの皆さん。はい、そして。すごいですね。固まるんですね、この子たちが。ごめんなさい、つまようじいいですか。ごめんなさい。キッズダンサーのポポです。ポポさん。連れてきました、はい。おいくつですか。5歳です。5歳。はい。どうしても今日参加したくて、お母さんと来ました。お母さんどこにいらっしゃいますか。はい、お母さんそこにいます。はい、ポポさんのお母さん。はい。ママ。来てます。ケイコです。え、みんな写真撮ろう。大丈夫？お友達になろうね。これ、ケースになる？食べずに持っててほしい感じですか？ケースに持っててもらえますか？はい。で、食べないで一旦我慢してもらっていい？写真撮るまで。あ、みんなパクしないでね。うん、写真食べてる。あ、食べないで。ブッブー。ブッブッブーだよ。食べたらあかんのよ。写真撮るんだから。食べちゃう。持ったらすぐ食べちゃう。まだだよ。口が動いてる子がいるな。食べちゃダメ。口が動いてる子がいるけど。待って、待って。写真、お写真撮るから。キツだけでいい。いい写真撮るから。ケースは。いいね、いいね。あ、もう食べちゃっていいね。食べちゃってもいいよ。子供たち食べちゃっていいよ。食べちゃっていいって。帽子深くかぶりすぎてない。大臣、もう少し顔上げたら。そう、帽子上げたらだ。ね。明日の朝何時に放映されるんですかね。この映像が。はい、どうでしょうか。よろしいですか。はい、はい、すいません、皆さんご協力いただきましてありがとうございました。そして続いてのゲストは、今個性爆発のモノマネでテレビやイベントに引っ張りだこの人気者、金太郎さんです。よー、よー、待ちまっててでいこう。よー、だよねー、だよねー、そんな時ならねえだよね。シゲロ、こんにちは。金太郎改め、梨好き B ガールの KEISUI、ケイスイです。あ、ケイスイさんだったんですね。はい、私も同じ名前なんです。だから呼ばれました。なるほど。はい、ブレイキングダウンスプレッシュ。キレッキレだ。キレッキレですやっぱりね。はい、ブレも、まあでもブレイキング自由ですもんね。ブレイキング自由なんで、ぐるぐるも回れるかも。技にはちょっと見えないんですけども、稲村さん自身はどうですか？金太郎さんとは、ごめんなさい、ケースイさんとは。ケースイさんとは、はい、テレビとかイベントでご一緒させていただいて、はい、でもまさかケースイさんに改名してるとはちょっと知らなかったです。よいよ、久しぶり、よいよいよ、投資のバランスおかしいでしょう。考えてもおかしいでしょう。体は彼女のが背高いのに顔の大きさ比率ばおかしいでしょう。髪のいたずら。ケイスイさん、国籍はどちらにいたんですか。
Japanese? あ、日本ですか。よかった。わかりました。Yes, of course. で、ゆくゆくはもしかしたらまたね、オリンピック競技に戻ってくるかもしれないので、うん、日本代表を目指したりと。はい、もう目指していきたいです。ここから選考あぶれたので、次は絶対にフランケットしたい。悔しいです。なんで私、選手になれなかったとか、納得いかない。負けず嫌いなんで、私。負けず嫌い。じゃあこんなに踊りたいの、ぜひ今日はケイスイのね、梨のパワーをもらって、はい、次のローサンゼルスオリンピックを目指していただきたいと思います。よいよいよいよ、オッケーオッケーオッケー、やこのケイスイ、せっかくですからね、まだ食べていらっしゃいません。はい、食べたい。金太郎さん、稲村さんにも味わっていただきたいと思いまして、ご用意いたしました。やった。はい、で、今日はですね、はい、他のブランド梨とあえて食べ比べをしていただきたいと思います。確かに比べてみたい。じゃあ金太郎さん、そのまま小さい方から。ええ、いただきます。一口でいきましたね。普通に美味しいです、うんうんうん、めっちゃ美味しい。じゃあケースに、では見てください、金太郎さん、こんなでかいよ。すごいよ兄さん。食べるよ。これさ、どなたですか。あ、カツオです。よくされますけど、梨の料理って作ったことは、はい、いや、梨は梨でやっぱりどうしてもデザートでやっちゃうから、はいはい、料理ってイメージはなかった。そうですよね、はい、え、これ梨だった。本日は茨城の梨、ケースイを使った梨と生ハムキュウリのギリシャ風ヨーグルトソース和え、そして梨とホタテの冷製カッペリーニ、冷製パスタ、パスタに、はい、すごい、パスタとサラダ、いい匂いする。ホタテだよ兄さん。魚介類と梨ちょっと、ケイスイ、ケイスイさんはどこへ行ってしまったんですか。あ、ごめんなさい、いよいよ取り乱しました。ケイスイ取り乱しそう。ケイスイさんがカツオ君、ごめんなさい、魚介類があったものでつい、ごめんなさい、興奮するとちょっとカツオさんになっちゃう。すごいよ兄さん。合うのかい。じゃあまずはですね、稲村さんと金太郎さん、はい、サラダから、サラダから、はい、はい、いただきます。梨と生ハムキュウリのギリシャ風ヨーグルトソース和えのケースを使ったサラダです。なぜだかアメリカのカリフォルニアが浮かぶぐらい爽やかでした。ああ、十分なサラダだ。ミントも入れてるね。あ、ミント、誰だろう。あ、マヨネーズであえても、これヨーグルトですか。ヨーグルトです。あ、なんかマヨネーズと思うぐらいコクが出てますね。はい、びっくりした。よかった。お気に召していただけましたか。気に入った。北尾的にはそっちでしたね。北大井さんも気に入られたみたいで。では続いて冷製パスタ、はい、梨とホタテの冷製カッペリーニ、ちょっと細めのパスタですね、はい、お召し上がりください。おいしそう、はい、おしゃれ。ホタテと梨ですって、ホタテと梨だ、なかなかない、聞かないですけれども。金太郎さん、うまいよ姉さん。うまい。ホタテの肉厚と、う
とっても素敵なマリアージュです、アメリカです。ほんま、美しいマリアージュ生まれるな。びっくりやわ。ナシとホタルのマリアージュ最高です。本当ですか。よかったです。いろんな方に召し上がっていただいて。いかがでしょう。おいしいです。ほ、うんと、うん、だ、ホタテと同じ青い。うん、魚介タウンだ、びっくりやわ、うん、なんかお互いがほんまいい仕事してて、うん、ベストパートナーぐらい合います。アミガさん、アミガさんそのまんまですね。ケイスイの美味しさを実感していただいた後はお待ちかね、パリオリンピックの新種目で金メダルをね、獲得し話題になりましたブレイキンを学んでいきたいと思います。一般参加のキッズたちとダンスで体を動かした後はですね、またまたみずみずしくて甘いこのケイスイの果汁で喉の渇きを潤していただきたいと思います。はい、ぜひね、ケイスイのポテンシャルを美味しさを 120% 引き出すためのダンス体験レッスンといっても過言ではないので、これから屋外の芝生広場に移動したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。わかりました、お願いします。はい、皆様もお待たせしました。左足ます。これをこうリズムに乗ってこうやっていくと、これが、トップロック。さすが啓介さん、いい感じですね。いいフレーバー出てます。はい、なしフレーバー出てます。はい、こんな感じでやるのがこれがトップロック。じゃあもう一回、最初からいきますね。右足からいきます。せーの、1、2、1、2、1、ナイスナイス、1、2、胸を開いて1、2、1、OK です。2で、これブロンクステップなんで、ここからこう前に行ったりとかね、前に行ったり近づいてきたり、で下がったり、はい、で高さチェンジとかもありますから、低くしてこうやるとまた雰囲気変わります。こういう感じで、で高くしてやるとまたちょっとこう、なんですかね、パーティー系のノリになっていくんで、こういう感じでレベルチェンジで変えていくという感じですね。はい。